中でも一番出したのはたくまじゃね、企画が。佐々木くんも出してないかも。吉田くんもまあまあ最近ね出しとるかも。グループで、まあ、でも最近はまあやらなかったですよね、みんな。ちょっとなんか俺頼りすぎな感じがするな、うん、YouTube 最近滞ってるもんね、うん、確かに、うん、ディズニー、ディズニー、ディズニーはね嫌いなんよ、俺も嫌いなんだよな。でもまあ、企画だったらいいけど、みずきちゃんと俺がなんかデートみたいな感じだったんだけど、うん、収益目的の撮影がダメになったから、ディズニー。あ、そうなんだ。もうだから広告つけれないです、そうなんだ。最近から、しかもあそこさ音楽うるせえじゃん、うん、確かに。マジで何が楽しいか全く分かんないんだよ。だったら俺のディズニー連れてあげたよね。どういうこと？俺たちで言うディズニー。ああどういうこと、どういうこと、どういうこと、待って待って待って、どういうこと？いやいや、どういうこと？俺たちで言うディズニーに水木ちゃんを招待する。どういうこと、どういうこと？俺たちがディズニーが、うん、なんで笑ったの？俺はなんとなくなんかえ、なんとなくの感じか、昔のあれだろうなっていうなんか感じはしたけど。何昔のあれ？俺のディズニーに水木ちゃんを連れてったら伸びるじゃん、体格的に。確かに。もう俺のディズニーが気になるんですけど、でしょ？何かわからんわ。何かわからんですね。夢の国って、まあ、俺たちにとってね、別にディズニー俺たちにとって夢の国じゃないから、うん、悪夢の国だから、うんうんうん、完全ディズニー的に回すよ、それ一巨大組織を関係なくない関係ないし関係ないけど、そうだって本当に思ってることだから関係なくない